わーすげえ、めっちゃ雪降ってんじゃん。え、やばくね、見て見て、もう雪玉めっちゃ手に入ったんだけど。めっちゃ降ってんじゃん。そうだ、葵ちゃんとさ雪合戦しようかな。よーし、葵ちゃんどこかな。お、葵ちゃんいた。葵ちゃん、葵ちゃん、おー葵ちゃん、雪合戦しようぜ。ん、雪合戦、雪合戦。痛い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 。ねえ葵ちゃん、なに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 、無言でやめて、無言でやめて、痛い。ほら痛い痛い、お前がやめたい雪合戦だよ。ほら、え、違う違う、そう、一方的じゃん。ほら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 、ち、違うよ、やめて。葵ちゃん痛い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 、ほら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 、おい待て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 、葵ちゃん、ない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 、おい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 、ねえねえ違うよ、俺がしたい雪合戦こんなんじゃないよ。青としんちゃんと雪合戦してみたいっていう人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。みんなは雪降ったら何する？コメント欄で教えてね。おい、え、ちげえんだよ。なに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 、痛い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 、じゃあ雪合戦っていうのは、うん、こう隠れてこうやってぶつからないようにこうやってこうするやつだよ。こうやって、違う違 う, う、それ一方的なんだよ。いじめいじめいじめ、待って、もうそれいじめだよ葵ちゃん。雪合戦だってしたことないんだもん。こうじゃないの？違う、痛い痛い、もう喋りながらぶつけるなお前。ダメだよ、そんないじめっ子にはね、サンタクロースなんて来ねえから。しんちゃん、プレゼント期待しちゃってんの、もしかして。え、当たり前じゃん。え、サンタクロースだよ、サンタクロース、クリスマスだよ。子供だな。じゃあ何、葵ちゃんプレゼント興味ないの？全然興味ないね。本当に？あ、大人の女性だから。でも大人の女性でももらうでしょ、クリスマスプレゼント。ほら、おしゃれなバーとかでさ。プレゼントなんていらないよ。そうだ、夢ないなお前。全然夢ないね。じゃあ、青忙しいから帰るね。バイバーイ。え、待って待って待って、葵ちゃん。ねえねえねえ、ソリレースかしよ、ソリレース。え、しないよ、忙しいな。ねえ、トナカイ捕まえてソリレースしようよ、葵ちゃん。やだよ。え、なんでだよ、釣れねえな。おい、ほら、トナカイいるじゃん、トナカイ。いっぱい捕まえてきたんだ。もう見せしめ、サンタへの見せしめをしようと思って、ここにね、いっぱい飾っといた。見せしめってなんだよ。ソリレースしようよ。しないよ、忙しいんだ、葵ちゃんね。いや、しんちゃんまた明日ね。え、待って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 、葵ちゃん、ちょっと待ってよ。何？え、でもなんか、よく見たらさ、ここ葵ちゃん家だよね。そうだよ、葵ん家だよ。え、なんか、めっちゃ飾り付けしない？クリスマスカラーなんだけど、家がさ。そうだよね。このね、雪だるまとかもいっぱい作ったしね。大変だったんだよね。だよね、なんかライトアップされてない？それもさ、めっちゃ家。うん、してるよ。だよね。じゃあね。いや、ま、いやいや、待て待て待て。え？完全にあれじゃん、サンタ受け入れ体制マックスじゃん。いや、違う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 。え？うん、プレゼントなんて、ね、興味ないじゃん、しんちゃんと違って。え、なんでだよ、明らかにこれサンタ待ち構えてる雰囲気だろ。やっぱ葵ちゃんもサンタ来てほしいんだよ、プレゼント欲しいんだろ、本当は。いらないよ、プレゼントなんか。え、待って待って待って、絶対そうじゃん。そうじゃないとこの飾り付けできないよ。え、ちょっとさ、ちょっと家の中見してよ。いいよ。これ葵の家ですって、すごいな、これ。葵の家ですってめっちゃ書いてある。うるさいな、真似すんなよ。これ入ろう入ろう。え、待って待って待って。え、ガチじゃん。もうクリスマス仕様じゃん、家の中も。ねえ、うるさい、もう早く帰ってよ、忙しいの。何に忙しいんだよ。え、待って、え、クリスマスツリーさ、これ2階まで行ってんじゃん、天井がさ打ち破られてるじゃん。もううるさいな、組み立てたら予想以上にでかかったの。でも部屋も見せて、部屋も、葵ちゃんの部屋も見せてよ。いや、いいよもう。じゃあ違うとこ見せて、違うとこ、部屋以外、部屋以外。もう仕方ないな。めっちゃいいんだけど。でも別に変わったとこないよ、もう。ほんとに、いやいや、すごいよすごいよ、見てこれ、この飾り付け、めっちゃ見て、この細かツリーあるじゃん、ちっちゃいツリーとかさ。
いやもううるさいな。じゃあここ見たら帰ってよ。ここ何部屋？え、暖炉部屋じゃん。そう、これね、煙突にね、つなげんの大変だったんだよ。うわー、確かにこれは大変だな。え、これ煙突なんだ。あ、そうだよね、これ暖炉だもんね。そう。へえ。こっからね、来てもらわないといけないから。え、何が来るの？サンタに。サンタに？え、来てもらいたいんじゃん、やっぱり。そりゃそうだよ。え、だよね。うん、サンタにはね、来てもらわないといけない。え？クリスマスとかプレゼントとかには全然興味ないけど、うん、サンタにはすごく興味があるよ。なんだよ、ハオイちゃんのやつ。あいつさ、めちゃめちゃ飾ってんじゃん。クリスマス楽しむ気満々じゃん。でもな、あいつ俺のこといじめるからな、絶対サンタ来ないと思うんだよね。いや、悪い子のところにはサンタは来ないから、やっぱいい子にしてないとね。まあ俺みたいなね、これ高貴なるこの王子、こういい子じゃないと。でもなあ、おいちゃんあんだけ飾ってるしな、サンタクロース来なかったらなんかかわいそうだよな。そうだ、いいこと考えた。俺がサンタクロースになって葵ちゃんにプレゼント届けよう。そうしよう、そうしよう。よーし、作戦実行。あー、忙しい忙しい。あー、あれもしないと、これもしないと、他には何を準備しないといけないんだったっけ。でも飾り付けもめちゃくちゃ頑張ったし、サンタさん絶対来てくれるでしょ。今年こそは青の最強のセキュリティハウスでサンタ捕まえてやるもんね。よいしょよいしょ。あー、疲れた、大変だ、てか寒い、めちゃくちゃ寒いだけど、もう夜になったら震える、寒すぎるよ。よし、とりあえず葵ちゃんの家の屋根まで来たぞ。どう？新登場のサンタ姿似合ってますか？似合ってると思った人はチャンネル登録と高評価よろしく、コメントもしてね。やっぱりクリスマスといえばサンタだよね。自分で言うけどめちゃくちゃ似合ってると思うんだよね。よし、サンタクロースといえばやっぱり煙突だよね。煙突から侵入するのがサンタクロース。よし、ここが葵ちゃんの家の煙突だ。よし、登ろう。よいしょ。あー、疲れた、てか寒すぎる、しんどいよ。サンタクロースってこんなに大変なんだね。よし、では早速葵ちゃんの家に侵入するサンタ、行くぞ。さてと、煙突から降りて、うわ、すごい、すすが、すすがすごい、すすがすごい、やばいやばいやばい。待って、熱い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 。待って、葵ちゃん火消し忘れてるじゃん。なんで暖炉消してないんだよ。熱い、めっちゃ熱い、死ぬ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 、助けてー。あーあー、ああ、死ぬかと思った、死んだんだけど。葵ちゃん、消しとけよ、火事になるぞ。あいつ、寝る前はちゃんと火消すんだよ。もう、煙突から入れないじゃん。どうしようかな。もう仕方ない。葵ちゃんの玄関から、玄関から侵入するか。よいしょ。もう寒いんだよ、こっちは。いや、サンタってマジで大変だな。よいしょ。ちょっと葵ちゃんに見つからないように。やっぱ葵ちゃんね、多分今もう寝ちゃってると思うからね、起こさないようにしないと。さっきちょっと大声出しちゃったしね。ちょっと大声出さないように。慎重に慎重に。こっそり行くか。次は大丈夫だろう。まあ玄関から入ってもね、バレないでしょう。葵ちゃんどうせ寝てると思うし、あいつ寝たらね、おお、邪魔だな。こいつら。全然起きないからね。よし、じゃあ葵ちゃんの家に侵入するぞ。お邪魔しまーす。大丈夫かな、葵ちゃん起きてないよね。起きてない、大丈夫だよね。よし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 、誰もいないな、大丈夫だ。よーし、これで葵ちゃんは多分寝てるからびっくりさせてやるぞ。よし、侵入だ、行くぞ。なんか、え、待って、何？どうしよう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 、なんか変な音した、ブーンって。え、何これ、なんだこのイルミネーション。え、すごい、めっちゃかっこいいんだけど。
こんなイルミネーションあるんだ。めっちゃいいじゃん。あ、痛い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 。もう、なんだよ、あれ。なんだ、あのイルミネーション。死んだんだけど。あー、大変だ。ただ、このプレゼントを届けたいだけなのに。ちょっともう一回行ってみるか。なんで？なんださっきのやつは。よいしょ。邪魔しまーす。大丈夫？さっき俺叫んじゃったけど。葵ちゃん起きてないよね。よし、起きちゃった。なんだよ、さっきの。もう、めちゃくちゃ怖いんだけど、この家、どうなってんだよ。お？あ、これか。感圧板があるわ。あ、わかった。これ、セキュリティだ。葵ちゃん、なんかセキュリティ使ってんだ、これ。レーザーだったんだね、さっきの。イルミネーションじゃねえじゃん。思いっきりレーザーだったわ。あ、そういうことか。で、この加圧は踏んで、レーザーが出たんだ。そういうことね。プレゼント渡すだけなのになんでこんな大変なんだ。もう、葵ちゃん家改造しすぎなんだよ、あいつ。このプレゼント届けなきゃ。葵ちゃん、どこで寝てんのかな？部屋で寝てんのかな？それにしてもすごいよな。このツリー、でかくね？なんで家の中心に置いたんだろう、あいつ。外に置けばいいのに。なんで家の中置いたんだろうね。あ、でも可愛く装飾してるよな。まあ、そんなことはいいんだよ。とりあえず、さっさと、葵ちゃんにプレゼント渡して帰ろう。葵ちゃんの部屋どこだっけ？こっちだっけ？大丈夫かな？葵ちゃん大丈夫かな？起きないよね？ここだっけ？あ、違う、ここあれだ。暖炉の部屋か。うわ、すごいよね、これ暖炉の部屋もね。どこだ？葵ちゃん。葵ちゃんどこだ？こっちかな？こっちじゃないな。ね、葵ちゃんの部屋はね、確か、あ、ここだ、ここだ。ここだよ。よし、行くぞ。葵ちゃん。大丈夫かな？寝てるかな？葵ちゃん。どうだ？あ、葵ちゃんいた。あー、寝てる寝てる。めっちゃぐっすり寝てる、あいつ。あいつでも悪い子だからな。今日サンタ来ないのに残念だよな。でも、神童寺サンタがプレゼントあげるからね、葵ちゃん。楽しみにしてな。よーし。じゃあ、葵ちゃんの寝てる近くに置いてくるか。よいしょっと、行くぞ。わあ！え？何この落とし穴？え、待って！待って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 ！マグマなんだけどした！助けて！待ってよ！あいつ！あいつどんな仕掛けしてんだよ！バカ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 、死ぬ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 死くそー、畜生なんだよこれ。あー、痛い痛い、熱々熱々熱々。はあ、はあ、もうこいつんちマジでどうなってんだよ。マジで死ぬんだけど。改造マジでしすぎだって。プレゼント全然あげれないじゃん。もうマジどうなってんだ、死ぬって。あ、あ、ここか、ここか、ここだ。あ、ここは。よく見たらさ、ここ感圧板じゃん。うわ、わかんねえ。うん、マジで？すごい。これ死ぬわ、こんな。あいつどうやって自分の部屋入ってんだよ。で、これジャンプするか。ジャンプして、ちょっと、バレないようにジャンプ行くぞ。ほい、よし。大丈夫か？起きてない？大丈夫？うおあー、ね、寝てる、寝てる、寝てる。よしよし、葵ちゃん寝てるな。さて、どこにプレゼント置こうかな。お、なんだこれ、なんか書いてる。サンタさん食べてね。あいつかわいい。サンタさんに飯用意してんだけど。ちょっと食べよっかな。ちょっと食べちゃっていいかな。よしよし。むしゃ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 、うめえうめえうめえ。怖っ。これ青の。青の。青のだよ。あいつサンタ食わせる気ないじゃん、全然。なんだあいつ、何のために用意してんだよ。まだ寝言か。怖いな。これ何？わら人形落ちてるんだけど。いや、怖い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 。なんでさ、
こんなに可愛い飾り付けしてんのにさ、ここに藁人形落ちてんの。あいつ何やってんだよ。怖っ。まあいいや、ちょっと早くプレゼント置いて逃げよう。チェストある、チェストある。よーし、葵ちゃんぐっすり寝てるな。よし、このプレゼントこのチェストの中に入れてあげるからね、葵ちゃん。よーし、これで葵ちゃんも喜ぶだろう。プレゼント入れてあげようっと。おー、かわいい靴下ちゃんと置いてるじゃん。まあサンタクロースはね、靴下の中にプレゼント入れるみたいな習慣があるらしいからね。まあ今回はここでいいか。よし、じゃあこの中に入れてあげよう。よいしょと。あれあれ、なにこれ、え、なにこれ、どうなってんの。え、待って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 、え、閉じ込められてんだけど。え、どうしよう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 。え、やばくない。え、待って、出れない、出れない。やばい、葵ちゃん起きた。やばい、どうしよう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 。あー、どうしよう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 。やばい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 、やったー、やばい、捕まえたー、やったー。え、待って、捕まえたとか言ってない、あいつ。え、サンタ捕まえた、イエーイ。サンタじゃないよ、サンタ捕まえた、イエーイ。サンタじゃないよ、サンタじゃないよ、サンタじゃないよ。よーし、サンタめん、去年は捕まえられなかったけど、今年は青が天才すぎて捕まっちゃったな。違うって、サンタじゃないって。え、あおちゃん、俺え、しんちゃん。そうだ、俺だよ、しんちゃんだよ。え、何してんのこれ。しんちゃんなの、サンタじゃないじゃん。ちょっと、とりあえず出して、とりあえず出してよ、あおちゃん、これ。え、なんてことしてんだよこれ。サンタクロース捕まえようとしてたの。そうだよ、もういらないよこんなバカ王子。いいか、とりあえず出してよ、葵ちゃん。あー、仕方ないな、ほら出てこい、このバカ野郎め。何やってんの葵ちゃん、サンタクロース捕まえようとしてたの。そうだよ、もう邪魔しやがって。痛い痛い痛い、違うの、これでこれプレゼント。葵ちゃんがさ、ほら俺のこといじめるからさ。プレゼント、え、怖い、しんちゃんがプレゼントとか。いや、葵ちゃんがほら悪い子だからさ、ちょっとほらサンタクロース来ないと思ってさ、プレゼント持ってこれ嬉しいでしょ。ううん、全然嬉しくない。なんで。だって青はプレゼント興味ないもん。え、なんで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 。青が欲しいのはサンタだけだもん。サンタが欲しい、邪魔しやがって。どういうこと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 。バカ野郎、待ってよ葵ちゃん、プレゼントは邪魔しやがって。 おいおいお前、なんでお前落ちてんだよ。おいおい、もうしんちゃんのせいじゃん。おいお前、ありがたくプレゼント受け取れよ。ほらほら、プレゼント、あー、もうよしよし、ほら渡したからな、プレゼント。あー、こんなクリスマス最悪だ。腹減ったな。なんか今日めっちゃお腹すくんだけど。そういえばさ、駅前にめっちゃうまいラーメン屋さんできたらしいんだよね。今度行ってみようかな。よーし、ラーメン食べまくってやろうっと。お、なんだ、あおいちゃんから LINE 来てる。しんちゃん、今からオカルト研究部に来て。おかけんに行くの？うわ、行きたくねえなぁ。マジで行きたくないんだけど。新道寺と葵の動画が好きな人は、チャンネル登録と高評価よろしく。みんなは、どの動画が好きか、コメントしてね。みんな教えてください。仕方ねえなぁ、おかけん行くか。あー、すごい行きたくないんだよなぁ。なんかいつも変なこと頼まれるし。なんだろう。またどうせ変なお願い事してくるんだろうなあいつ。あ、ここだ。オカルト。研究部。もう、お邪魔しまーす。これと、あとこれと、あとこれが必要で、あ、じいちゃん遅いよ。遅いよじゃねえよ、 LINE してすぐ来ただろう。遅いって、もう。何？何の用事？俺忙しいんだけど。じいちゃん、ちょっとさ、今から、研究する
からさ。研究？うん、手伝ってよ。俺、おかけんのさ、部員じゃないんだけど。でも、どうしても男の子じゃないとできないんだよ。ね、てか、いねえの他に、おかけん。葵ちゃんがいないの？いや、なんか、最近、おかけんの子たちはね、幽霊になっちゃって。幽霊になったの？そう。みんなさ、廃墟とか行ってさ、戻ってこないんだよね。待って待って待って、幽霊ってことは死んでるやん、それ。お亡くなりになられてるやん。怖っ、おかけん怖っ。じゃあ帰る、バイバイ、おいちゃん。あ、違う違う違う、今日はね、そんなんじゃないの。あの、廃墟とか行かないから。あ、行かないの？うん、今日はね、学校で、ちょっと頼みたいことがあるんだよ。結局頼まれるんだ、もうやだな。昼飯ぐらい奢ってくれよ。あー、うん。まあ、ちょ、考えてくよ。あの、鬼から、鬼からね、鬼から。あ、うん、オッケーオッケーオッケー。新ラーメンね。辛ラーメンじゃないよ。まあいいや。あ、北極ね。オッケーオッケー、わかった。いやいや違う、辛い、激辛や。え、次蒙古とか言うやろお前絶対。辛いのじゃなくておにぎり唐揚げセットがいいの。ああ、おにぎりね。おにぎり。いや、ゾロかお前。ゾロじゃねえんだよ。違うの。実はね、今日お願いしたいのは本当にしんちゃんにしか頼めなくって、おまじないについて。おまじない。そう、おまじないの研究をしたいんだよ。おまじないとか俺信じてないし、したくないんだけど。おまじないっていうのはね、すごいよ。幸いとか、病気を起こしたり、それを逃れようとする術。で、ウィキペディアに書いてた。呪術の一種だね。呪術の一種。呪術回戦だ。呪術回戦なんだよ。そう、だから、あの、オカルト的な、その呪術をね、研究したいから、ちょっとしんちゃんにお願いしたいんです。ぜひ。ただの呪術じゃなくて、恋のおまじないというのが最近学校で流行ってましてですね。おお、恋のおまじない、それはちょっと興味があるような、ないような。そうで、あの、人を好きにさせるっていう呪術なんだよ。え、それ大丈夫なの本当に。合法それ大丈夫か。え、でもほらみんなやってるらしいし、最近ちょっとね、いろいろね、ピックアップしてみたんだよね。すげえな、令和そんなやってんのみんな。だからちょっと手伝って。オッケー。まあ、あんま信じてないけどね、俺はおまじないね。まあいいや。じゃあ、とりあえず。うん。あ、そうだ、しんちゃん。何？しんちゃんの好きな人は誰？好きな人？そうだな、好きな人はみすずちゃんと、ななちゃんと、うん。エヴァーガーデンちゃんと、あのさ、一人にしてくんない？そうだなぁ。かなこちゃんとかも好きかな？あ、もうめんどくさいめんどくさい。もうなんかいっぱいすぎてめんどくさいから。じゃあ、好きな子と結ばれてもイラッとするし、次にあそこ通った女の子にしよう。ね、何それ罰ゲームじゃん、お前。罰ゲームじゃないよ。可愛い子通るかもしんないじゃん。まあまあ、でもこの学校ね、みんな可愛いしね。まあ、いっか。女の子ならね、誰でもいいや。よーし、誰が通るかね。可愛い子、可愛い子いっぱいだからな。誰だろう。お、あれ誰だ？遠くて見えないな。ちょっと見に行ってみるか。近づいてみるかな。かなちゃんかな。かなちゃんだといいな。あれ？待って。待って、葵ちゃん、やばい。え？あいつバギャミだ。バギャミだ、あいつ。バギャミ？バギャミだ。何？え、女の子だよね。いや、でもバギャミはダメだ。なんで？なんでだよ。女の子だったら誰でもいいって言ったじゃん。ねえ、やめとこう。やっぱおいちゃん、俺お腹痛くなってきちゃった。いや、でももうここ通ったのがそのバギャミちゃんだから、その子にしよう。マジかよ。え、でもいいじゃん。しんちゃん、おまじない信じないって言ってたじゃん。まあ確かにね。まあ確かに確かに、おまじないとかないよ。ないないない。大丈夫大丈夫。ちなみに、このおまじないが成功したとしても、うん、青は何の責任も取らないからね。いや、大丈夫大丈夫。おまじないなんてどうせね、当たんないから大丈夫だよ。よし、じゃあ早速バギャミちゃんを追おう。おお、オッケー。おお、どこ行ったんだろ、バギャミ。あいついつも一人なんだよな。あ、いた、バギャミね。やっぱ、やっぱあいつ一人じゃん。あいつ、やばいって、バギャミは。どうすんの？その恋のおまじないってやつは。最初はちょっと簡単なやつからやろうと思う。いいよ。何？ね、まずは、ピンクの口紅のおまじないです。なんだそれ、ピンクの口紅とかさ、持ってないよ、俺。ピンクの口紅を塗って話しかけるんだよ。マジかよ。しんちゃんが。俺が持ってねえし、しない、したくないんだけど、そんな。いいから
からしてよ。え、持ってんのピンクの口紅とか、葵ちゃん、うん、え、葵ちゃん、うん、口紅とかしねえだろ。いや、このために買っといたんだよ。え、やだやだやだ、したくないよ。男なんだけど俺、口紅とか絶対やだよ。うるさい、しろー。うわー、うーわ、最悪なんだけど。ねえ、もう塗るなよ。似合ってる似合ってる。女みたいじゃん。で、どうすんの？話しかければいいの？これもうすぐ撮りたいんだけど。ちょっと待って。え？それと、同時進行で、ちょっとお願いしたいことがあるんだけど。なんだよ、まだあんのかよ。そう、影をね、3回踏むおまじないっていうのがあるんだよ。何それ、怖っ。影。そう、1日のうちに、好きな人の影を3回踏んで、で、踏むために告白されますようにって唱えるの。あ、そういうこと？そう。うん、だからやってきて。ないマジマジ、これ、なにこれ、話しかけるってこと？これ、話しかけて。まず影踏んで、告白されますようにって唱えて、はい。話しかけて。わかった、オッケー。了解。ここで見てるから。うわ、やだなぁ、もう。バギャミの影とか踏みたくないんだけど。ちょっととりあえず気づかれないように。告白されますように。おい、バギャミ。ああ、しんどうじくんじゃない、どうしたの？マギャミ何してんの？今ここからお庭を見てたの。あそこの花がとても綺麗なのよ。へえ、直接見ればいいじゃん、なんで上から見んの？ここから見るのがロマンチックでいいのよ。一緒にどう？お花をここから眺めない？お花を眺めるの、こっから？あと3時間くらいは見る予定。3時間くらい。お前勉強しろよ。あ、じゃあ俺用事あるからさ。じゃあね、バギャミ。もう行っちゃうの？うん、バイバイ。バイバイ。どうだった？うん、疲れたよ。どう？なんか好きになってくれそうな感じだった？ねえ、わかんないよ。もうだってバギャミだぜ、わかるわけねえじゃん。あいつ何考えてるかわかんないもん。そっか。なあ、まあまあそんなにね、効果出ないか、最初だし。よし、じゃあ次のおまじないしに行こっか。いやー、まだすんの？そうだよ。いっぱいして、好きになってもらうかの検証だから。マジかよ。これ成功したらでもすごい、オカルト新聞で、ね、すっごい人気の記事になりそう。みんなやっぱやってるからさ、効果とか知りたいはずだよ、きっと。わかったわかった。まあどうせ成功しないし、いいよ、付き合ってあげるから、ほら行くぞ。よし、じゃあ次行こう。よし、行くぞ。レッツゴー。バヤミどこ行ったの、あいつ。しんちゃん、バギャミいないね。ねえ、どこにもいないね。どこ行ったんだろう。まあいいや、いなくてもできるおまじないもあるし、最初にそれやっちゃうか。最初からそれやれ。最初それやれよ。よし、じゃあしんちゃん、鏡を使ったおまじないをします、今から。はい。まず、好きな人の写真を手に持って。なにこれ？これバギャミの写真じゃん。お前、どこからこれ手に入れたのこれ。あ、写真部からね、ちょっと買った。買った？バギャミの写真売ってんの？いくらで？運動会の写真は売ってたから買ったんだ。これ絶対0円だろ。その写真を持った状態で鏡の前に行って。はい。ここね、撮ったよ。うん。バギャミの写真が映るように持って。はい、持ったよ。で、そしたら、じゃあしんちゃん、青に続いて。はい。私たちは運命共同体であり。私たちは運命共同体であり。互いに愛し合っています。互いに愛し合っています。はい、それを繰り返して3回。私たちは幸せな時も苦しい時も。いや、違う、運命共同体。あれ運命共同体であり。あ、違った？あ、違った。うん、私たちは運命共同体であり、お互いを愛し合っています。アーメン。あと1回。私たちは運命共同体であり、お互いに愛し合っています。どう？愛し合ってる感じする？しねえよ、お前さ。いくつだよ。こんなの小学生でも信じねえよ。いや、しんちゃん、でも考えてみて。おまじないって言葉がさ、消えない限りはずっとさ、進行されてるんだよ、そのおまじないって。怖いよ。もう何、葵ちゃん、何を信じてるの、お前は。おまじないは呪いの一種だよ、しんちゃん。葵ちゃん、もう研究する対象が怖いんだよな。じゃあまあいいや、一回オカルト研究部に帰ろう。オッケー、わかった。おかけんね。うん、はーい。よいしょっと。どこからお前降りてん、お前。怒られるの、先生に。
次は何？次はね、ピンクのろうそくのおまじない。ピンクのろうそくのおまじない、またうさんくせーの来たな。どう、これはピンクのろうそくをこうやって置いて、こんなにいっぱいなくていいんだけど、本当は無駄遣いじゃん、お前。お前ケーキじゃねえんだぞ、お前。あの、効欲が高まるかもしれないから、いっぱいにすると。うわ、いるいるいる。あの、サプリメント効果があると思っていっぱい飲むやつね。じゃあ、しんちゃん、これ真ん中に立って。お？はい。取ったよ、うん、はい、これバギャミって書いた紙を持って。おい、もうバギャミグッズいっぱいじゃん、もう。なんだこれ。で、そしたら私たちは愛と幸せで結ばれますようにって3回唱えるんだよ。マジで言ってる？うん、そう。私たちは愛と勇気と友情。おい、アンパンマンじゃねえんだからよ。もうゆっくりゆっくり続く、ゆっくり言って。私たちは愛と幸せで、愛と幸せで結ばれますように、結ばれますように。私たちは愛と幸せで結ばれますように。どう、結ばれた感じする？しねえよ、疲れたよ、もう。なんで？おかしいな。あやちゃんはこれで両思いになったって聞いたんだけどな。でもさ、こんなんでさ、好きになったら苦労しねえよ。で、もう終わり？これで。で、まだいっぱいある。まだいっぱいあんの？うん、分かったよ。じゃあどうする次は。あ、でも最後最後。本当に？あれか、影だ。影踏まないといけないのと、あともう一個ある。あ、もう一個あんな。なるほどね。じゃあとりあえず影2回踏み行こうよ。それをやりに行こう。だから、分かった。バギャミをさ、探しに行こう。またバギャミどうせ花でも見てんじゃね。オッケー、じゃあ行くよ、しんちゃん。はーい。バギャミどこだろう。どう、あのバギャミちゃんともしうまくいったら お祝いするね。うまくいくわけねえだろう。そんな、これバギャミちゃんじゃない？どこ、どこにいる、あいつ。あ、いたいたいた。また花見てるよ。花好きすぎだろ。俺花粉症なんだけどな。まず、うん、影2回踏まないといけないから。2回パッパじゃダメなの？ダメダメなんだ。なんだっけ、影踏みながらなんて言うんだっけ。告白されますように。あ、そうだ、告白されますようにだ。わかった。ね、ピンクの付箋のおまじないっていうのがあって、うん、あのね、ピンクの付箋を好きな人の背中に貼るんだよ。何それ、いたずらじゃん、完全に。で、貼って他の人に気づかれずに自分がその好きな人に気づいて剥がされたら成功っていう。あー、なるほどね。うん、だからやってきて。はい。これバギャミの背中貼るってことだよね。うん、貼ってきて。マジか。頼んだよ、しんちゃん。わかったわかった。よし、行くぞ。よし、まずは影を、バギャミの影をこれ踏むと。あー、待て待て、もう動くな、バギャミ。バカ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 。おいおいおい、動くな動くな動くな。おい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 、動くなって。よしよし、告白されますように。オッケー、踏んだ。で、こいつの背中に。ほら、よし、どうだ、付箋腫れた？あ、腫れてる。オッケー。腫れてるわ。痛い、新道寺くんじゃない。マギャミまた鼻見てたの？そう、新道寺くんが直接見たらいいって言うから直接見に来た。どう？直接見たら。近くで見るといいわね。ところで新道寺くん、そのピンクのリップかわいいわね。どこの？あ、これ。あー、これね、間違えて塗っちゃったんだよね。気にしないで気にしないで、わかんない俺も、どこのかは。へぇ、可愛いわね。なんか、美味しそう。うん。美味しそうね。そうだね。いちごタルトみたいな。オッケーオッケー。じゃあね、バギャミ、バイバイ。バイバイ。どこ行っちゃうの？バイ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 。どうですか？どうだった？どうもこうもねえよ、もう。苦手なんだけど、バギャミ。付箋貼れた？貼ったよ。貼ったし、影も踏んできたよ。そうだ、口紅も塗ってるから一石三鳥じゃん。なんだよそれ。もういいんじゃない、終わりで。お腹減ったし、おごってよ早く。でもまだ一回影踏むの残ってるよ。あー、そうだった、あと一回か。じゃあもうこれで終わりだよ、影踏んで。絶対終わりにする。じゃあとりあえずさ、授業終わったらさ、うん、次踏みに行こう。分かった。結局放課後までってこと？うん。マジかよ、長えな。今日一日中付き合ってんだけど、葵ちゃんに。もうしんちゃん、早く早く。待って待って、葵ちゃん。もうジャパリちゃん帰っちゃうよ。なに、ジャパリパーク？あ、間違った、ギャバミちゃん。ギャバミじゃん、違う、バギャミ。あ、バギャミちゃん帰っちゃうよ。あ、ほ
ら、もう帰っちゃう、帰っちゃう、早く早く。やばい、あいつ帰る、あいつ帰る、早いんだよな。いつも一人で帰ってんだよな。早く、影踏んできて。わかった、わかった、わかった。行ってくる、行ってくる。待って、バギャにバレないように。闇にバレないようにしないと。動くな、お前、動くな、動くな、動くなって、お前。おー、危ない危ない。一緒、告白されますように。オッケーオッケー。うんだ、うんだ、うんだ、うんだ。これでも大丈夫じゃない？そうだ、踏めた、ちゃんと。あ、やべ。ほら、振動しくんじゃない。どうしたの？マヤミ、今日今から帰るところ？そうよ。いつも一人で帰ってるよね。そんなことよりなんだか今日はたくさん会うわね。確かにね。もしかしてだけど、うん、新道寺くんって私のこと好きなの？え？そんなことはないっていうか。そんな照れなくてもいいわよ。え？私。気づいたの。私のこと好きだったら付き合ってあげてもいいけど。いや無理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 で無理でやだよ。付き合ってあげるわよ。来るな。なんだかしんちゃん成功したみたい。はあ、なんかいいことした気分。よし、うかけんの新聞もはかどるぞ。みんなも声のまじないやってみて。難しいなぁ。1たす1は散歩の他。明日テストなんだけどさぁ。もうずっとここ最近勉強ばっかでつまんないよ。いい点取んないとママに怒られちゃう。でももう1ヶ月前からずっと勉強してるから大丈夫だよね。あ、今月はめっちゃいい子だもん。みんなはテスト前に一夜漬けする派？それともコツコツ勉強派？コメント欄で教えてね。ちなみにテスト嫌いっていう人はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。なんだこんな時間に。はーい。あ、しんちゃん、どうしたのこんな夜中に。何言ってんだよお前、寝ぼけてんの？違う、算数やりすぎて頭がバカになりそうだよ。そうなの？テスト勉強してたんだ。うん、テスト勉強してる。明日だから。え、しんちゃんはしてないの？あんりちゃん、実はさ、いいこと思いついちゃったんだよね。何？まあまあいいからいいから、とにかくついてきて。あんりちゃん、こっちこっち。行かないよ、あお、これから寝るんだよ。いいから、葵ちゃん、今絶対ついてきた方がいいよ。後悔するよ。ほら、いいから、ほら、早く早く、お母さんがバレないように行くよ。ほら、いいから来いって、ついて来いって。どこ行くの？とにかくこっちこっちこっち。よしよし、行くぞ葵ちゃん。急げ急げ、静かにね。よし、レッツゴー、レッツゴー。はい、ということで到着しました。え、ここ学校じゃん。何しに来たの、しんちゃん。あおいちゃん、明日テストじゃん。うん、だからさ、今から学校に忍び込んで、うん、テストの答え盗みに行こうぜ。絶対怒られるって、やめた方がいいよ。大丈夫だって、あおいちゃん、テストで100点取りたくないの？別に、だって勉強したもん。あおいちゃん、テストで100点取ったらお母さんからご褒美でケーキ買ってくれるかもしれないよ。え、ケーキ？そうだよ、ケーキだよ、ケーキ。よし、レッツゴー。でもしんちゃん、どうした？入れないよ。ああ、ここ校門だって閉まってるし、どうやって入んの？まあまあまあ、そう言われると思ったよ。実はな、もうリサーチ済みなんだよね。あおいちゃん、こっち来てみな、こっちこっち。何？この前俺、守衛さんがさ、開けてるとこ見たんだけどさ、ここ、ほら、見て、ここね、守衛さん、まあ要するに警備員さんだね、警備員。ほら、え、ほら、ここ開けてるとこ俺、見たんだよ。入れるじゃん。押して押して。ほら。よし、よし、行くぞ。ほら、これ入れる。え、でもしんちゃん、え、あ、よかった、出れた。危ないよ、出れないと思ったよ。大丈夫だって、ここから警備員さんが出入りしてるの見たの俺。なるほどね、こんなところがあったんだ、知らなかったや。え、でもしんちゃん、ほら、夜はさ、閉まってるから無理だよ、学校に入るの。あー、確かに。どうすんのこれ。どうしよう、確か閉まっちゃってんな。
ここから先は考えてなかったな。どっから入れんの？青知らないよ、裏口とか。どうしよう。俺肛門までは調べてたんだけど、そこから先調べてないからわかんないんだよ。バカじゃん。撮影会議しよう。あゆちゃん、入る方法探そうよ。なんか入れそうなとこあったかな。今日も見回りか。めんどくせえな。しんちゃん。え？今なんかさ、はるかの声聞こえたよね。声聞こえたよね。何？こっちから聞こえなかった？早く帰ってアニメでも見てんだけどな。学校の見回りマジでめんどくさいんだよな。やばい。待って。警備員がいるんだけど、あおちゃん隠れよ。マジで？あおちゃんほら、早く隠れて隠れて隠れて。やばいって。次は向こう側でも見に行くか。あーめんどくさいめんどくさい。もしかしてあの人警備員さん？そうだよ、警備員さんだよ。見回りしてるんだよ。もう無理じゃん。じゃあ諦めて帰ろう。やだやだ、無理無理。葵ちゃん、葵ちゃん、お母さんからも銀座のケーキ買ってくれるかもしれんだよ。コージーコーナーのケーキ？そうだよ。よし、それホールでだよ。ホールで。ホールで？うん、絶対買ってくれるって。コージーコーナー。うん、頑張ろう。コージーコージー。使ったら怒られちゃうかもよ。大丈夫だって、あいつなんかめんどくさそうにしてたからさ、適当だよ。ザルザル。お、扉あったよ。ほら、ここ非常口。ほんとだ。ここから入れそうじゃない？入れんの？いけそうじゃない？入れそうじゃない？開いた。開いた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 。いける。行ってみる？石行こうぜ。石行こうじゃん。入れちゃったよ。葵ちゃん、潜入成功だ。あとはテストの答えを探すだけだ。でもテストの答えなんてどこにあるんだろう。そうだな、先生の机の中とか。あ、教卓ね。そう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 、ありそうじゃない？よし、じゃあ教室に行ってみよう。教室行ってみよう。葵たちの教室は2の1だから2階に行こう。うん、行こう。ねえねえ、うん、こっちに行ったよね、警備員さん。こっちに行ったよね、多分向こう側じゃない？向こう側に行ったんじゃない？多分こっち側、こっち側だよ、多分。鉢合わせし、しな、いいよね、大丈夫だよね。いや、大丈夫、いないいない。よし、行こうぜ。あいつ、サボってるって、あいつ。そうかな。だって、なんか不真面目そうじゃん。不真面目そうだった。うん、でも、なんか、ああいうやつってさ、見つかったら怖いよね。なんか、うさばらしとか言って、俺たちのこと、ボコボコにするかもよ。ママに言われるのが一番怖いよ。よし、しんちゃん2の1だよ。大丈夫か？オッケー。誰もいない？いたら怖いけど。あそこだ、あそこだ。ここか。よし、行くぞ。どうだ？あった？はい、こっちの机は？こっち？うん。これはチェストは？この中は？開けてみよう。お、なんか入ってるよ。何が入ってる？お便り、出席簿、今月の献立表、連絡帳。入ってない。入ってないじゃん。マジかよ、入ってないのかよ。じゃあどうすんの？もうないじゃん。どうしよう、ここに置いてないのか。さーて、次はこっちか。やばい、あいつの声聞こえたくないよ。警備の声聞こえたよ。嘘。やばい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 、隠れよ隠れよ隠れよ。ここに隠れよ、隠れよ、しんちゃん。待って待って、どっかいるのかな。さて、次はここの教室か。まあさすがに生徒はいないだろう。まあいないよな。でも一応チェックするか。上司に怒られちゃうからな。さて、生徒はいないかチェックするか。誰もいないよな。大丈夫か？この教室は綺麗だな。整理整頓されている。まあ誰もいないか。よし、次の教室行こう。ここは誰もいなかった。行った。おいちゃん、行ったよ。ひみさん行ったよ。なんとかなった。絶対見つかっちゃうと思ったよ。いや、もうめちゃくちゃドキドキしたんだけど。もうどうすんだよ、見つかったら。とりあえず教室にはなかったから別の場所探してみよう。どこに行くの？そうだな、先生がテストの答案をしまってそうなところ。てんちゃん、職員室だよ。だってここにないってことは職員室にしかないよ。もうそっか、そうだ、職員室にも先生の机あるのか。オッケー、じゃあ職員室行こう。やば、お腹痛い。やば、お腹痛くなってきちゃった。どうしよう、ここに来る前食べたピザかな。もうなんでこんな時にさ。なんか確かにちょっと生っぽかったんだよね。バカじゃないの。で、トイレ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 、漏れる漏れる、もうゲリゲリ漏れる。もうゲリとか言わないで。
あ、ここで待ってることになるんだから。どうすんだよ、警備員さん来たら。よし、トイレ行こう。よし、ここでトイレしよう。よし、あああああ、やばい、おいちゃん。遊びたくない、うんこさせて、そこでお願いお願い、うんこしていい、うんこ、うんこ、花子さん出てきたトイレでうんこしていい、行ってくるな、やめろ、出て行け。見回りなんてしなくてもこんな時間帯に生徒が入ってくるわけないしな、誰も学校になって来ないよな。え、待って、やばい、警備員来たんだけど。しーちゃん何やってんの、早くして。ここら辺は大丈夫そうだな、誰もいないな。じゃあ別のとこに行くか。この学校広いんだよな、大変だ。この時間帯腹減るんだよな、ラーメンでも食べ行きてえな。やばい、どうしよう、しんちゃん全然トイレから出てこないし、あー見つかったら怒られちゃう。それと明太子をかけたご飯を食べたいな。なんか花子さんに見慣れながらなんかトイレするの、よし、すっきりした。あ、ごめんね、花子さん。ちょっと臭いかもしれないけど。じゃあね、バイバイ。ゆっくりしていって。バイバイ。ごめんね。あ、もう臭い。こっちにしようっと。あー、すっきりした、すっきりした。もう、お前のせいで見つかるとこだったじゃん。え、キミさん来たの？来たよ、もう。めっちゃスレスレだった。もうここ通ってったんだから。え、マジ？さっき、花子さん見たよ。バカみたいなこと言ってないで、早く職員室行くよ。行こう行こう、急いで行こう、急いで。職員室ここだ。よし、入ろう、葵ちゃん。でもさ、職員室ってさ、うん、同じ席がいっぱいあって、どこが誰先生の席かわかんないよ。あ、そっか、なんか名前とか書いてないのかな。愛犬先生の席どこだろうね。愛犬先生の席、多分ね、お菓子とかいっぱい入ってると思うから、お菓子の匂いするんじゃない。この辺な気がする。どこだろう。愛犬先生いつもポテトチップス食べてるからさ、なんか脂っこい匂いがする、この辺から。あ、本当に？絶対そうだ、絶対愛犬先生ここら辺だ。どこだろう。お、なんかこれチェストあるよ。これ怪しくない？入ってるかな、しんちゃん。入ってるかも。開けてみようぜ。開けてみよう。いくぞ。プチッ。お、お、お、宿題、授業メモ、連絡帳、お便りだけ。テストの答えは？入ってない。入ってないよ、葵ちゃん、どうしよう。じゃあもうないよ、しんちゃん。うそ、絶対あるって、ないはずないよ。よし、次は職員室だ。先生ってのはいつも何してるんだろうな。しんちゃん、やばい、警備員さん入ってきた、職員室に。やばい、どうしよう、どうしよう。いるかな、ちょっと待って。どこにいる。しんちゃんいる、しんちゃんいるよ。やばい、いるいる、見つかっちゃう、見つかっちゃう。こっち隠れ。よしよし、オッケーオッケー。こっそりさ、こっちから出よう。そうだね、こっちから出よう、行こう。いないかな、大丈夫かな。よしよし、大丈夫。いない、大丈夫か。どこにいるんだろう。いる、やばいよ、しんちゃん。あ、いるわ、よし、急ぐ、葵ちゃん、逃げよう。職員室にはもうなさそうだよ。誰もいなさそうだな。なんだ、やっぱ誰もいないよな。もうないよ、職員室には。別の場所探そう。どこにあると思う。先生が行きそうなとこってどこだ。授業準備室とか。授業準備室か、行ってみるか、あるかもしれないね。でもさ、授業準備室どこか忘れちゃったよ。ちょっと一回こっちでさ、作戦会議しよう。そうしよう。授業準備室ってどこだったか覚えてる？全然覚えてないよ。どこなんだろう。警備員さん向こう行った？多分大丈夫。多分いないと思う。しんちゃん思い出した。思い出した、葵ちゃん。うん。なんかめっちゃ端っこだった気がする。めっちゃ端っこか。よし、慎重に行こう。どうしよう、警備員見つかったら。警備員さん向こうに行ったからさ。うん。こっちなら大丈夫だよ。こっち行ってみる？よし、行こう。行くぞ。しんちゃんは何？100点取ったら何してくれるって言ってるの？パパとママ。100点取ったら、ハワイ旅行。痛い、殴る、痛いって。このブルジョーが。もしかしたら葵ちゃんも連れてくるかもよ。パパと結婚する、しんちゃんの。やめろ、お前の息子になりたくないわ。
こだよ、しんちゃん。あ、ほんとだ、授業準備室だ。よし、入ろう。じゃあ入ろう。あ、待て、ちょ、警備員がいる。え、待って、どうしよう、入れないじゃん。え、でもさ、なんかさ、うん、寝てない？寝てる？もうラーメン食べれない。しんちゃん、寝てるよ。寝てるわ、めっちゃ寝てるわ。じゃあ、ゴー。ゴー、俺が行くの？どうしてお前が。なんでこれ、大丈夫かな。入るけど、本当に寝てる？待って、怖い、待て。あと餃子も食べたいな。やばいって、あいつラーメン屋に行ってるっていう夢の中で。葵ちゃん、ほら、大丈夫、今大丈夫。どこにあんの、テスト。もう一枚餃子。めっちゃ餃子おかわりするやん。探そう。探してよ。なんで、あの顔があるの、あれ、何あれ。あ、入ってない。しんちゃん、入ってない。なに、こっち、ここか、オッケー、オープン。入ってる、なんか成績表、テストの問題、テストの答え。テストの答え、あったよ、葵ちゃん。こっちから出よう、あ、こっちから出よう、行こう、行け、よし、もう出ろ、よし、オッケー、よし、オッケー、葵ちゃん、このまま学校出よう。よし、しんちゃん、星の点数100点満点だよ。そうだよ、これで100点満点だ。よし、行くぞ。イエーイ、行け、葵ちゃん。やるぞ。テストの答えゲット。これで100点取れたらママにケーキ買ってもらえるかも。よし、100点取る。あれ、マジかよ。ねえ、葵ちゃん。ん？なに？どうしたの？葵ちゃん、テストどうだった？あー、ママだった。86点だって。86点？え、俺さ、昨日葵ちゃんほら、盗んだじゃん、テストの答え。うん。あれ、丸暗記してさ、その通りに今日答え書いたんだけどさ、うん。0点だったんだよ。おかしくね？え、なに、なんで、葵ちゃんなんでそんな高得点取ってんの？気づかなかったの？あれ、去年やったテストだったんだよ。去年のテストの答えだったってこと？そう。嘘、教えてよ、葵ちゃん。だって平成22年って書いてたもん。去年どころじゃなかった。もう今、令和4年だよ、葵ちゃん。え、何年前？じゃあ結構前だよね。23年ってことは、今が平成35年だから10年前だ。もう分かんねえよ、お前もう。テクション、今年のテストの答えじゃなかったのかよ。よし、今日から俺は名探偵新道寺だ。やっぱりコナン面白かったな。昨日も遅くまでずっとコナン見ちゃったよ。コナン面白いと思う人はチャンネル登録と高評価よろしく。俺もコナンになりてえな。黒の組織とか入りてえな。めっちゃ羨ましいんだけど。あいつはかっこいいし。やべやべ、遅刻しちゃった。どうしよう、大丈夫かな、間に合ったかな。よいしょっと。おはよう、おはよう。てれてってって、てれてって、てーて。なんかうるさいな。おはよう、ちゃん。しんちゃん、遅いよ。また遅刻してきたの？え、遅刻？そうだよ、遅刻だよ。マジ？遅刻しちゃったんだ。なんで毎回そんなに遅れちゃうの？昨日はね、コナンずっと見てたの。面白いんだよ。愛ちゃんが可愛いの、愛ちゃん。知ってる愛ちゃん。ああ、愛ちゃん？うん。可愛いよね。お前知らねえだろ、絶対愛ちゃん。いや、知ってるよ。昔、青は灰原愛ちゃんの声真似生主だったから、すごい知ってるよ。ほんとかよ。じゃあ真似してみろよ。いや、ちょっと、やろうと思ったけど、できそうになかったから、ちょっと微妙な空気になっちゃった。しんちゃん、その格好どうしたの？え？この格好？どの格好？その格好だろ、どう考えても。まあ、コナンの格好じゃん、それ。ああ、そうだよ、今日から俺は名探偵新道寺なの。ダサー、コスプレおじさんってこと。おじさんじゃねえよ、ちげえよ。
そうじゃねえよ。今からさ、この学校で起きる事件とか俺が解決しちゃおうかなって思っちゃってね。事件解決するってこと？そうだよ。俺は何でも解決するスーパー頭脳を持った超ウルトラハイパーミラクル天才児神道寺だからね。見た目はおじさん、素顔もおじさん、その名はコスプレおじさん神道寺ってこと？ちげえ、うるせえよ。そういえばしんちゃん、事件といえばね、うん、ちょっと事件が起こっちゃったんですよ。何事件？ええ待って待って、事件？確かに、なんか事件の香りがするわ。あー、それはお前が遅刻してきたから空気が悪いだけだよ。あー、そういうこと。みんなだから俺の方向いてくれないんだ。へー、違うよ。あのね、朝のホームルームで先生が言ってたんだけど、隣のクラスのさやかちゃんの文房具が盗まれたんだって。マジか。だから誰か心当たりがないかっていう話を先生がしてたんだけど、うん、これってちょっと事件じゃない？それ事件だわ。待って待って待って、犯人はこの中にいる。いるかどうかわかんねえだろ。犯人はお前だ。なんでだよ。お前が怪しい。なんで怪しいんだよ。さやかちゃんが可愛くて盗んだんだな。以上。もう名探偵なんだからもっと真面目に推理してよ。あ、そっかそっか、俺名探偵だから推理しないといけないのか。そうだよ、なんかみんなのほらアリバイとか聞くくない？最初探偵って。あー、確かに。昨日は何してましたかとか。そうそう。じゃあおいちゃんは何してましたか？昨日はハンバーグ食べて。本立て聞いてねえよお前、夕飯の。じゃあさ、隣のクラスの子にさ聞きに行こうよ。何いると思ってんだよ。隣のクラス、隣のクラス3人しかいないんだぞ。3人しかいないの？何、学級閉鎖になるよ。何、インフルエンザ。インフルエンザがコロナだろ絶対に。マジかよ、みんな大丈夫？病気しすぎだろ。うちこんなに元気にみんな出勤、あ、出勤じゃないや、やばい、出勤じゃねえんだから。間違えた、あの登校してきてるのに。やめてよ、おじさん出してくんの。おじさんじゃないよ。ねえねえ、ちなみになんだけどさ、そのさやかちゃんの文房具が盗まれたのっていつなの？その文房具が盗まれたのは昨日の帰りの会の時に気づいたらしい。帰りの会か。ってことは帰りの会までのその1日ってことか。まあ、結構範囲でっけえな。どうやら机の中にしまってた消しゴムがなくなったらしい。消しゴム？なんでそんなこと知ってんの葵ちゃん。文房具って言ってたんでしょ先生。実はさ、青も気になってね、さっき先生がいなくなった後さやかちゃんに話を聞きに行ったんだよ。え、すでに事情聴取をしたってこと葵ちゃん。そう。え、なんて言ってたの？さやかちゃんは昨日新しい消しゴムを買ってもらってウキウキで、さやかちゃんの隣の席のみなみちゃんに自慢してたらしいんだよ。なるほど、そういうことか。さやかちゃんはみなみちゃんにずっと自慢したってことか。なるほど。じゃあさ、そのさ新しい消しゴムってどんな消しゴムなの？自慢するようなもんなんでしょ？そう、その消しゴムはね、なんと推しの子がプリントされている消しゴムだったらしい。マジか。え、待って待って、え、推しの子の消しゴムって超レアじゃない？どうやって手に入れたんだよさやかちゃん。わかんない、だから自慢してたらしいんだよ。で、みなみちゃんが怪しいって話にどうやらなってるらしいんだ。まあでもそうだよな。だって一番自慢してたでしょさやかちゃんがみなみちゃんに、その推しの子消しゴム。そう、みなみちゃんは絶対に違うって言ってるんだけど、まあみなみちゃんが一番怪しいって今のところ言われてる隣の席ですね。なるほどなるほど、みなみちゃんが今一番怪しい容疑者ってことだな。隣のクラスの人に聞きに行ってみようよ。そうだね、アリバイをまず聞いてもらわな、もろ、聞いて聞いて聞いて回らないとさ。噛みすぎだろ。大丈夫大丈夫、名探偵だから大丈夫、任せろ。しんちゃん、しんちゃん、ん、あれ、あれ、みなみちゃんじゃない？お、みなみちゃん。あら、しんとうじくん、何したの？みなみちゃん、昨日の話聞きたいんだけどさ、さやかちゃんが消しゴム盗まれたの覚えてる？うん、覚えてるわよ。推しの子の、どうやらアクアくんがプリントされている消しゴムだったらしいわ。え、アクアか。推しなんだけどな。まあでもアクアのプリント消しゴムも結構レアだしね。ねえねえねえ、みなみちゃんはさ、さやかちゃんからその推しの子消しゴム自慢されてたんでしょ？そうや。で、その後亡くなったんでしょ？そうや。ってことはみなみちゃん怪しいよね。え、怪しくないわよ。本当に？
だってお城この消しゴムだぜ。アクアがプリントされてるんだぜ。好きでしょ、みなみちゃん絶対。私、重曹を舐める子役が一番大好きなの。あー、違うね。あの、10秒で泣ける子役な、それ。違うよ、それ。そうだったもん、間違えました。そうだよ。じゃあさ、帰りの会の前はさ、何してたか覚えてる？刃か、もう面白いよね、あの刀鍛冶の里編。そう、すごく楽しみで、私の推しは金魚の鬼なんだけど。金魚の鬼が好きなの？みなみちゃん、だいぶ黒いの好きだな、お前。でもまあ、そうだよね。そうだよ、みなみちゃん可愛いし、みなみちゃんが盗むわけないよね。まあそうかもしんないけど、まあでも誰が盗んだかわかんないしね。ありがとう、話を教えてくれて。隣のクラスか。あ、アキラくんとかいいんじゃない？アキラくんに聞きに行こうよ。アキラくん、どこにいるんだろうね。アキラくん。しんちゃん。え？あそこ、あそこ。なに？すき焼き食べてた？アキラくん、どこ？いやあそこだよ、あそこ。あそこに今座ったの見えたよ。くんくん、すき焼きの匂いがするぞ。こっちか。どこだ？しねえだろ。こっちか。アキラくんの体臭はすき焼きの匂いがするって有名だからね。だってお前どこにいるんだ。あー、こっちじゃなかった。うん、ごめんごめん、間違え、今のは間違えだ。こっちか。あー、いたいたいた、アキラくん。あー、しどじアキラくん、変わった顔してるな、アキラくん。ありがとう、褒めてくれて、すごい嬉しいよ。褒めてねえよ。アキラくんさ、ちょっと聞きたいことがあるんだけどさ。なんだ。昨日あのさやかちゃんの消しゴムが盗まれたのって知ってる？ああ、知ってるよ。先生がすごい怒ってたからね。そうそうそう、あの推しの子消しゴム、あのアクアがプリントされたやつなんだけどさ、それはさ、自慢されたことある？ああ、興味ねえよ、推しの子なんて。ああ、そうなんだ。まあそうだよね。帰りの会の前ってさ、何してたか覚えてる？なんだったかな。確か、ああそうだそうだ、思い出した。なになになに、教えて。確か、コウジと好きな子誰だよっていう話してたんだ。なになにそれ、好きな人？ちなみに誰？お前に教えるわけねえだな。なんだよ、俺も話入れろよ。もしかしてさ、さやかちゃんじゃない？バカ言ってんじゃねえよ。あの学校一家説の女好きなんてなんねえだろ。そうなの？まあ確かに俺もみなみちゃん派かな。みなみちゃん可愛いよね。しんちゃん。え？なに？そんなこと言ってる場合じゃないでしょ。いいじゃん、ちょっとぐらいいいじゃん。いや、まあ、近いって。え？消しゴムを盗んだ犯人見つけるんでしょ。そんな好きな子の話してる場合じゃないよ。いいじゃん、今盛り上がってたとこなのに。盛り上がんだよ、そんな話で。小学生じゃないんだから。小学生じゃないんだ、俺たち。あれ違ったっけ、小学生。あ、小学生っていう設定。俺は小学生探偵工藤新道寺。じゃあね、アキラくん、ありがとう。バイバーイ。あー、バイバーイ。よし、行こう、葵ちゃん。あと誰だっけ。あ、そうだ、隣のクラスはバギャミじゃなかったっけ。バギャミ。あー、バギャミか。うん、バギャミ、多分ね、バギャミ、花見てる、どっかで。あいついつも花見てるし。どこの花が好みだって言ってた？どこだろう。なんか、中庭が見える場所とかじゃない？なんか、だいたい2階かどっかで見てた記憶ある。でもさ、ここじゃない？ここがよくお花スポットで、バギャミがいる気がするよ。あ、バギャーバギャーいるじゃん。下降りよ。よし。あ、いたよ、バカ。落とそうとすんなって。犯罪が起きるとこだったよ。ほんとだよ。一つの。てれてててだよ。おい、バギャ、おい、バギャミ、おい。あ、待って、しんちゃん。まだ付箋ついてるよ。バギャミはあいつあれなんだ、あの服買えないから。ずっとあれだから。服洗濯しないのかもね。洗濯しないじゃない、あれ一部で、体の一部だから。バギャミ。そうなんだ。フリーペイントってこと。ねえ、バギャミ、おーい。あ、新道寺くんじゃない。どうしたの？ねえねえ、バギャミ、今何してたの？実はこの前、新道寺くんとお付き合いを始めて、最近なんかあまり話しかけてくれないから花占いをしてたわ。付き合ってねえよ。勘違いだよ、お前の。付き合ったの？付き合ってねえ。付き合ってねえし、お前その動画出てるかもわかんねえよ、まだ。出てんのかよ、本当に。出てるだろ。出てるか。ねえ、バギャはさ、推しのことが見ないの？
おしのこ、うん、おしのこってタケノコみたいに言わんでおしのこってあれよね、私知ってる、あのキュウリとかあのナスとかのやつよね、おばあちゃんがよく出してくれるのよ。それおしんこな。わかりすぎる。何？あのほら昨日ささやかちゃんの消しゴムが盗まれたの覚えてる？うん、覚えてるわ。覚えてる？あれバギャミじゃないの？バギャミが盗んだでしょ、どうせ。違うわよ、私じゃないわ。あんななんかあの金髪のあのなんか目がキラキラした男の子はタイプじゃないの。あーまあ確かに、お前おしんこの方が好きだもんな。うん、そう、そうよ。じゃあさ、帰りの会の前はさ、何してた？帰りの会は、あそこからここの花を見つめていたわ。この花ね、見て、これ新道寺くんみたいでしょ。で、このひまわりが私。ああ、最悪だわ。最悪最悪。うるせえな。わかったわかった。じゃあずっと花見てたんだね。あ、そうよ。じゃあわかった。バイバイ。オッケー。そういえば、なんか思い出した？帰りの会の前にさやかちゃんから消しゴムを自慢されたの。へー、あいつずっと自慢してたんだな。だから言ってやったわ、私の方が綺麗とね。あ、オッケー、よし、じゃあおいちゃん行こう。じゃあねー、バギャミ、バイバイ。行く、おいちゃん。どこ行くのよ。バイバイ、バギャ、バイバイ。とりあえず、バギャミではなさそうだな。でもみんなのアリバイ集まったんじゃない？犯人わかりそう？あおいちゃん、聞いて驚け。犯人がわかる。わー、びっくりした。なになになに？え、聞いて驚けって言われたから。うるせえな、お前。そういう意味じゃねえよ。え、違うの？驚いてほしいのかと思ったのに。早い、驚くのが。犯人がわかった。わかったの？そう、そこで驚くんだよ、普通。わかったの？それって犯人がわかったってこと？八割れじゃねえんだよ、お前。八割れみたいに色してるけどさ。本当にわかったの？誰が犯人なの？それはここでは言えないな。じゃあどこで言うんだよ。ホームルームで先生が言ってたでしょ、さやかちゃんの文房具がなくなったって。ってことはさ、先生がその犯人探してるってことでしょ。そうだ。だったら、その先生の前で華麗に解決してみせよう。間違ってたらしんちゃんやばい。大丈夫、問題ない。よし、行こう。先生の元に行くぞ。オッケー。先生、先生、先生、先生。なんだ、新道寺葵。この事件の犯人が分かりました。この名探偵新道寺が華麗に解決してみせましょう。カレーライスじゃないよ、葵ちゃん。え、カレーライスじゃない、の方だった。ちげえよ、ちげえよ。カレーにってのは花。いいか、早く推理しろよ。オッケーオッケーオッケー、分かった。その犯人は、やばい。あいちゃん、お腹痛い。なんでこんな大事な時に。やばい、お腹痛い。やばい、待って。痛い、マジ無理。こう、限界、トイレ、バイバイ、トイレ。しんちゃん、トイレ、どっちだ、こっちか。トイレ、漏れる。行っちゃったんですけど。お腹痛い。しんちゃん、大丈夫？お腹痛い。しんちゃん。おい、うるさい。おい、集中できねえだろ。おい、ふざけんなよ。しんちゃん、犯人わかったの？え、犯人？あ、犯人わかったよ、おいちゃん。本当に？わかった。犯人は先生だ。なんで？だってさ、ほら、覚えてない？何？ほら、先生ってさ、よくクラスでさ、推しの子の話してるじゃん。だから先生は推しの子が好きなんだよ。でも、消しゴムなんていらないでしょ。いやいやいや、あれ超レアなんだよ。もうメルカリとかヤフオクでも手に入らないんだよ。転売しようとしてるってこと？そういうことだよ。先生きっと金欠なんだよ。そんな子供のものを奪ってま
までお金を得ようとなんてしないよ。しんちゃんじゃあるまいし。なんで俺なんだよ。しんちゃんだってポケが子供から奪って売ろうとしてるじゃん。奪ってねえよ。大人の力で買い占めてるだけだよ。いいんだよそんなこと。どうでもいいんだよ。とにかく先生が悪い。よし、先生が絶対犯人だ。しんちゃん待て。おい、自白させてやる絶対に。落ちなさーい。あー、なにそれ。あー、ふう、間に合ったか。この青がなんかコナンに憧れて作ってた麻酔銃、役に立つ時が来ると思わなかった。危ねー。はぁ、しんちゃんしばらく起きないぞ。どうしようかな。先生に犯人分かったって言っちゃったのに、なかったことにしてもらおうかな。どうしよう。しんちゃん本当に犯人分かってたのかな、それとも本当に先生だと思ってたのかな。ちょっといろいろ考えてみよう。青なりに分かったぞ。もういいこと考えちゃった。先生遅くなりました。おい、しんどじは大丈夫か。しんどじはケツが割れて今休憩してます。そうなのか、心配だな。で、犯人は誰なんだ。とにかくちょっとこっちに来てください。え、どういうことだ。先生早くこっちこっち。あー、分かった分かった。もう何やってんだあいつ、早く犯人教えてくれよ。こっちです、こっちです。こっちにいるんですよ、しんちゃん。どこでケツが割れてんだ。あ、ここでケツが割れてます。おー、大丈夫かお前。だいぶグロッキーじゃないか。本当に大丈夫か。犯人が分かったそうなんですよ先生。本当に、はい、大丈夫こいつ言えんのその犯人。いや大丈夫だと思います多分。じゃあしんどじ早速聞かせてもらおうか。一体誰が犯人なんだ。編集機でしんちゃんの声で謎を解くしかない。多分青の推理が正しければ、あの人しか犯人はありえない。先生、この事件は実に難解でした。まず、さやかちゃんは隣の席のみなみちゃんに推しの子の消しゴムを一日中ずっと自慢していたそうです。なるほど。そうなんだな。だが、それが今回の事件とどう関わってくるんだ？先生、不思議に思いませんか？さやかちゃんは一日中ずっと消しゴムを持っていたんです。誰にも取られる隙がなかったってことです。だが、一日中消しゴムを持っていたとしても、トイレとか行っている間はさすがに机の中にしまっていたりするんじゃないか？そうですね。さすがにトイレや給食の時間は机の中にしまっているでしょう。ですが、帰りの会の前にさやかちゃんが消しゴムを持っていたことは証言で確認が取れているんです。何？だったら、いつ消しゴムが盗まれたんだ？さやかちゃんは帰りの会の時に消しゴムがなくなったことに気がついたはずだ。そうです。消しゴムを盗む瞬間なんてなかった。でも確かに消しゴムはなくなっていた。それは違ってません。え、なんか葵の声がしなかったか今。あー、違います違います。青じゃない。あ、いやいや、葵ちゃんじゃないです。僕です、新道寺です。間違ってません。お、そうか。でもだったら誰が犯人なんだ。犯人はさやかちゃんです。何を言ってるんだ。さやかちゃんは被害者だろう。先生は知っていましたか。さやかちゃんは学校一片付けができない女の子で有名なんです。さやかちゃんは物を机の中に詰め込む癖があるようです。そして消しゴム帰る前に机の中に押し込んでしまっていた。もしかして。そう、そのもしかしてなんです。さやかちゃんは自分の机の中にしまっていた消しゴムを見失っていただけなんです。その証拠に先ほどさやかちゃんの机の引き出しの裏を確認したら出てきました。おい、これは推しの子の消しゴム。すごいぞ新道寺、お手柄だ。はい、ということでさやかちゃんは自ら消しゴムをなくしていたんです。それが今回の事件の全貌です。なるほど、ありがとうしんどじ。では早速担任の先生に渡してこよう。ありがとうしんどじ。なんとかなった。よかった、多分これで合ってるはずだ。頭痛。あれ、どうだケツの様子は。あれ、葵ちゃん、俺ここで何してたっけ。あー、コナンの話
夢中になって寝てたんだよ。で、ケツが爆発した。あ、どういうこと？そうだっけ？あ、でも、そう、ねえねえ、コナン、コナン見た？葵ちゃんめっちゃ可愛くない？うん、可愛いよね。ねえねえ、葵ちゃん、ねえ、今日から俺たちでさ、少年探偵団作らない？よし、わかった。じゃあ、少年探偵団の始まりか！あー